週気づいたこと、日テレのリアルタイムニュース番組にコメンテーターで出てる、元刑事かな、元捜査一課かなのタミヤさん、まあ、あの人はその現場を経験したものでなければ、その元警察官でなければわからないようなことをおそらく求められて、あそこにコメンテーターとして座ってると思うんですけど、まあ普通のことを言います。はい、この件に関してはまあ昔からかなり注目されてたんですけど、今週もですね、ATM を下ろしている犯人の映像がはっきりこう顔が映ってるっていうことに対して、長年現場で捜査してますから、お前らみたいなド素人とは見てるとこ全然違うから、これだけはっきり顔が映ってるっていうことは親戚の人とかは分かる可能性がありますっていうなんかそのね、言い終わった時のどうだみたいな顔すごいするんですよなんだろうね、砂場に落としたお餅を食べると口がジャリジャリしますねぐらいの、それぐらいの普通のことだと僕は思うんですよね。うんこを漏らすとパンツが汚れるぐらいの、それぐらいのことだと思うんですよね。これは事故もしくは事件ですみたいなことを本当言うんですよ。どうなんですかね。なんか最近全部こううがった見方をするようになってきて、なんであの役に立たないあの人がずーっといるんだろうっていうことに関して、縁起物みたいなあの人がいると、あの人来てる日必ず財布拾うみたいな、そういう、あ、タイトルコールまだだっけ、月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力かな。山の中からこう女性の胴体が出てきちゃって事件の可能性が濃いっていう話をしてて、まあ事件の可能性は濃いよねって、そうだろうなとしか言えなかったりするんですけど、何なんですかね。なんかあの人がいるおかげですごくこう手に入りやすい情報とかがあるとしかもう思えないんだよね。警察 OB だから現場にもすごい知ってる人がいるんで、もしかしたらその報道に関して有利なことがあるんじゃないかと。だってあの人ね、 DJ だったら相当やばいと思うよ。多分すごい面白いこと言ってるテンションで空気が乾いてるから鼻の奥がカスカスするねみたいな、するんだよなんつって、それじゃ1曲目みたいな、そういう感じのことですよね。まあそんなこんな今日この頃なんですけど、代官山に、昨日代官山にですよ、代官山行くもんじゃないね。代官山本当に、代官山デブに一切用がないもんね。なんかファッションの中心地みたいな顔してるけど、ライオン堂も千鳥屋もねえくせに今デブ以外は何それって言ってると思いますけども、Lサイド専門店ですよ、両国のライオン堂、浅草の千鳥屋ですよ、あと池袋、渋谷に坂膳ですよ、もうないくせにですよ、何がファッションの中心だですよ僕に言わせればですよ。ほんでバッティングセンターもないんですよ。バッティングセンターもないような街に用はないですよね。え、ほんとね、錦糸町の方がなんぼかいいですよ、そういう意味じゃ。あのね、んで本来用のない代官山なんですけど、僕の好きなシオンっていう、
この間捕まっちゃった方のシオンじゃないむしろパッと見はこの人の方がってみんな思うでしょうけど、全くもってそういうことのないね、漢字で書く方の人はね、なんかね捕まっちゃいましたけどね、この人はローマ字で書く方の、昔からねもう大好きなんですけど、なんでしょうね、ムックをすごい実写にしていたらああいう感じになるんじゃないかっていう、なんでしょうか、ショッカーが普通の青年をさらってきて、モップと掛け合わせたみたいな感じのモップ怪人みたいな人なんですけどまあね、変なに昔からねボロボロの人なんです、見ててボロボロの人なんですけど、声からなりからボロボロの人なんですけど、でもなんかこうもう心打つものがあって、さほど音楽を、聞かない私が安室奈美恵か、シオンかシューベルトかっていうこういう感じになってる、まあまあもうあと何人かいますけど、そのシオンのライブがあるっていうことで、これで行きたいなっていうんで、でどうしても行きたいんですけどみたいな話をしたら、そんなに言ってくださるんだったらむしろご招待しますよぐらいのことを言われて、ただ代官山にお前足を踏み入れることができるかなっていう、まあ俺への挑戦状ですよ結局のところ、そのシオンさんの事務所からのこれでライブハウス行きたいと思って、まず代官山に行くとなったらですよね、俺別に南千住に行くと思ったら別に目隠ししたって行けるような気がするけれども、まあ途中で3回聞かれますけれども、でもまあ一応南千住だったらまあパッパーのパーで行けますし、別に荒川車庫前に行くっていうんだったらね、前の角のしげちゃん食堂で何を頼むかぐらいのことはもう頭の中パパパンっていうもう浮かびますけど、だから代官山ってなったらまずしおり作んねえと、行きのバスで何歌うかも決めねえと心構えがね、代官山の周りにはどういう史跡とかがあるのかとかをちゃんと調べていかないと、行くにあたってまず作文書かないとダメだし、代官山のどことどこに先生たちが旗を立ててるのかをちゃんと考えて、効率よくその旗をねチェックポイントを回るにはどうしたらいいかとか全部こう組み立てていかないと、もしもの時のこととかも全部考えていかないとこれは大変なことになるということで、こう家でこう代官山つって、代官山ってまず習字で半紙に代官山って書いて、あまだ心が乱れてるななんつって600枚ぐらい書いて、これだなっていう代官山が書けたらもうライブが始まる時間だよ。それでどうしようかなと思ったら、まず場所が分かんないの、そのライブハウス代官山も分からなければライブハウスも分かんねえから、住所はもらったもののどの辺か分かんない、どうしようかなとしてたら4日かみさんが覗き込んで、そこなんとかっていう輸入雑貨の店の近い、私はそのライブハウスは行ったことないけど、なんとかっていう代官山の輸入雑貨のお店の地下が多分そのユニットっていう名前のライブハウスだったと思うよみたいな話して、じゃあ私その子で買い物するから、ついでに私買い物して帰ってくればいいから、車乗っけてってあげるわよ、これがいけなかったんだからね今考えたらで乗ってっちゃって、でライブ見て、でライブもさ久々もう年だなと思ったのは、いわゆるオールスタンディングのライブハウスでもう2時間経ってんのがもう膝がもう来年俺 DH だなと思うぐらい、もう昔大丈夫だったけどね、別に2時間半正味2時間半別に好きなアーティストの歌聴いてる分には大丈夫だったけど、もうそうね最初の10曲ぐらいでもう膝が、耳は聞きたいって言ったのに膝があんま聞きたくないっつってる感じになってきたりとか、あとライブハウスってさ、コンサートと違ってさ、ワンドリンクあんじゃん、ワンドリンク要するに入場料は、4500円にワンドリンク500円みたいに払うわけよ、でそうするとこうコインみたいのくれて、それをこうそのライブハウスの中にあるカウンターのところで渡すと、
何でも好きなものね、甘酒か缶の汁粉かどっちかだよ甘酒と缶の汁粉のどっちかっていう、もう俺には最悪の選択だなっていうやつですよね、あと飲みかけの粒コーン、粒コーンスープ、飲みかけの上にあの缶の入り口のところが血だらけだから、いやしいやつが中のコーンをベロで取ろうとしてベロやっちゃったなっていうやつしかないから、飲み物が。あとはなんかの汁って書いてある紫のやつね、紫のあの沼状に湧いてるやつぐらいですよね、ゴボ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 っていうやつです。それを飲むっていうか、それを交換するんだけどさ、でそうするとさ、人にもよるんだと思うんだけど、それは伊集院光るライブだったら、それはみんな好き、甘酒でも何でも好きなの頼めばいいけどもさ、これは俺の勝手な想像だけど、シオンってなっちゃうとね、シオンってなっちゃうと、そこでなんかソフトドリンクはダメな感じって分かります？あのかっこ悪い感じがするんですよ。なんでパイゲンシーだって頼みあんだろきっとね、ね、あのなんだっけビックルとかも頼みあんだと思うけど、なんかでビックル飲んでてシオン効くのかよお前っていう、周りはシオン好きな人ばっかりだから感じがするやん。だから大していつも酒なんかそのよっぽどリキ入れないと飲まないのに、まあじゃあとりあえずはそのなんか言われるままにジントニックみたいな、言われるままにじゃあとりあえずそのジントニックをみたいなことあんじゃんか。で飲んだ上にさ、ライブハウスだから微動だにしないってわけにはいかないじゃん か、 だかそれなりにちょっと揺れるじゃん俺も、ね、右に左に揺れるじゃないですか。もしか歌に合わせて俺も負けないでほら少しぐらいのことはやるよ俺だって。向こうが今すぐキスミーっつったらデカンショーって言うよ俺だって、そういうコール&レスポンスっていうねやつやりますよね。向こうが隣のじいさんハゲ頭だよ、もう一つ隣もハゲ頭をこっちから返さないとハゲとハゲとで喧嘩してっつって、向こうが一回客席を沈めた後にどちらも怪我なくよかったねって言ったら、俺たち全員客席一体となってどんどんパンパどんどんパンパどんパンパンだよね。まあ仮にドンパン節をシオンが歌えばね、仮にだよ、仮に隣のじいさんハゲ頭、そのまた隣もハゲ頭、ハーゲとハゲとで喧嘩してどちらも怪我なくよかったね、大ヒット曲ですよ、ね、それやりますよね。でそんなんやってるうちにフラッフラになってくるんですよ膝は痛いわ、フラフラだわでさ、なんだろうね。でシオンさんはシオンさんで、昔に僕の感じでシオンさんの中でちょっと僕の中ですごく好きな基準っていうのは、好きになった頃、僕がすごい好きになった頃は割とやさぐれた歌が多かったです。ようすねた歌みたいなのが多かったです。あのでその後、まあ、今はドンパン節歌ってるんですけど、ね、あのさ、これはね多分おそらくラジオ聞いてる人もそうで、なんかこう伊集院好きで聞き始めたけど途中から違うなとか絶対あるんですよ。でなんか歌も僕はそうで、例えばすごいブルーハーツ好きだった頃ってあるんです。ブルーハーツ好きだった頃があるんだけれども、どっかでちょっと違くなってきたりとか、大人は全部クソったれなわけでもねえなっていう感じになってきたりとか、クソったれのその大人にはなりたくないっていう歌のなんつうんですかね、尺にどんどん合わなくなる。もうだってもう変な話だけど、その時間は経つからもう大人じゃないっつったって、いくら自分が42歳児ですっつったところで一応はまあチンチンの皮は剥けてないけど俺チンチンも大人になったしって言おうと思ったら、あ俺でも火星方形か、今ちょっと今関東っぽいし、うざい何が関東っぽいしって本当のこと言ってんだよ、なんだろういつからか関東っぽいし、あのそれでさ、あの関東っぽいしっていうお菓子を中国のお土産にいただいたんだけれども、どう食っていいかわかんねえよ、うんこの匂いするし。でそのあの何の話がしたかったんだっけ、好きなアーティストとかの曲とかが、これはまあ一応自分とかも思うんですけど、変わらないということと変わらないでいるっていうことは同じ感じのその歌を歌っていくってことじゃないですか。で年齢はこう
その進んだりとかするから、そうするとさ、静止衛星ぶっかけ隊がすごいことした衛星ですよね、それね。今俺真面目なことを言いたいのか、ね、それとも真面目なことを言うのが怖いのか、どっちなのかもう俺にも分かんないんだけど、静止衛星でさ、こう地球、その自分の上にずっとある人工衛星はさ、すごいスピードで動いてないとさ、その静止衛星にはならないわけよ、地球のが回るから。ってことは、止まってるためには動いてなきゃいけないってことじゃないですか。そこまで俺まだ理解できてねえな、喋りながら。それだから、だから変わらないということは変わらなきゃならないみたいな側面も出てくるわけじゃないですか。出てくんのか。出てきますよ。そうです、そうだから、そうすると自分も年取っちゃうし、歌ってる人も年取っちゃうから、歌ってる人がすごく同じ歌をずっと歌ってると、分かんないけど、もう俺やべえ、これこの状況だと下手すら歌ってる歌手の敵側にいるんじゃねえかみたいな感じになったりとかするじゃないですか。ブルーハーツとか俺ちょっとそういう時期とかあったわけですよ。今全然また戻ってきてるんですけど、そのハイローズとかクロマニオンズとかなって戻ってはきてるんですけど、シオンは俺の中ではなんかそのすごいやさぐれて歌ってた頃と、そのちょっとそうじゃなくて歌の感じ変わってきた頃とか、勝手にこっちからの思いで割とこう一緒なのね、なんかずっと同じスピードで来れてるっていう、ずっと見てる人には変わったって人はいるのかもしれないし、一回もかすらない人もいるのかもしれないんだけど、俺は割とこうその局面局面である程度、あ、最近こんなこと歌ってるんだと思っても、なんか自分もそんな感じになってきたなみたいなのがあるから、すごいこう好きでいられてるアーティストなんですけど、問題は今やっとちゃんと説明できたんだけど、この話になったきっかけがもう分かんなくなっちゃった。それでおっさんなりながらもそのライブに行きました。で、行ってライブハウス、久々またその小さいライブハウスでライブを見るっていうのも久しぶりで、まあ、シオン自体も久しぶりで、シオン野音でやったのを結構前、5年ぐらい前からもうちょっと前が行ったっきりだったんですけど、で久々行って、あ、ライブハウスってこんな感じだったなっていうのがありながら、まあそのちょっとだけ一杯だけお酒をもらいながら、まあまあそれすごい混んで、ものすごい人いるわけ、さすがにシオン、いわゆる嵐みたいな大メジャーではないけど、固定ファンがすごいいっぱいいるのに、まあそのユニットっていうライブハウスはめちゃめちゃ小さいから、多分オールスタンディングで、そうね、オールスタンディングで、全盛期の小錦50人かな。ただそうなっちゃうと、全盛期の小錦ってどんな感じだったっけになっちゃうから、普通の人で200人ぐらいかな。普通の人で200人ぐらいでもうギュウギュウなわけ。でも行ったらもう結構後ろの方まですごい人いっぱいで、でも言われてみたら武道館のアリーナのまあまあいい席より近いと思うんだよね、200人だったら、200人のライブハウスだったら。でも不思議なもんで一番後ろっていうことを考えると、ちょっとこの席良くないみたいな、今思えばそうだな、このことあの時思いつけようと思う。で一番後ろにいたりするじゃん。でしかもさらに後ろから来る人にも迷惑かけられないっていう、俺は意識が、体がでかいか意識があるから、なんかこう人の頭と頭の間から見てるうちに、ここなら迷惑かかんない、ここなら迷惑かかんないってずれていくうちに、完全な柱の裏側みたいな。で俺よくわかんないんだけどさ、200人ぐらいのライブハウスでもギターはアンプを通して鳴らすじゃん。でボーカルはマイクを持って歌うじゃん。あれ何なのかな、俺いつもあれ に変な感じになっちゃうんだけど、ってなってくるとシオンが見えないところだね。俺もう全く、シオンはだってその柱の向こう側にいるから、全く見えないシオンの死角にいて、それでただそういう死角の席専用のモニターみたいのが、テレビモニターがあって、そこにはシオンが映ってるわけで、聞こえてくる音は生音というよりはそのアンプを通した音じゃん、それとマイクからスピーカーを通した音じゃん。これは何なの、これは生なの、なんかわかんないんだけど。でそれがこうたまにおぼろげになっちゃうから、シオンの姿が見たいわけ、姿が見たいから、その柱の影のところからちょっと顔をペロッと出すわけで、出す、あー、いた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 ってなるわけ、このいたいたって思うんだけど、後ろの方の人がいると いけないから、こうパッと戻すじゃん。
戻すじゃん。でいてまたしばらくあのスピーカーの音とそのモニターの顔だけ見ててまたちょっと見たいなと思って顔ペロッと出してこうやって見てるじゃんか。なんなの張り込み俺、ね、完全な張り込み。それで次今度また押されて押されていったところはなんかその中途半端な高さのあスピーカーを置く台みたいなのの裏側だからつま先で一生懸命立つと顎から上が出るところに確保されたけど席が俺の中でどんどんみんな動いてる。でまたさでも真裏だからさ真裏のこもった音のスピーカーしか聞こえないからさあのたまにどうしても見たくなるとさ背伸びしてグーッとかって見るわけ。でもさもう膝来ちゃってるからさいいとこだけ聞いたらスッと戻るわけ。向こうのシオンから見たらさでっかいプレーリードッグみたいになってると思うのね。ピュッてピュッて出たと思ったらシュッなんかあのスピーカーの横でもねピュッて出たらスッと引っ込むやつになっていう感じになってると思うわけで途中またよくわかんねえんだけどアンコールの後にシオン大先生が乗り始めたのか1時間45分ぐらいでアンコールになってから多分アンコールの後10曲ぐらいやったと思うんだよ。もうアンコールじゃねえよそれってそれも感じとしてまあ、もう1曲やっちゃっていいですかみたいなノリでもう行っちゃうわけ。ずっと行っちゃうから延々とアンコールになってんだけど多分なんかアンコール前に出ちゃう人とかも多分いてちょっと席がちょっとずつ前の方になってって席から席っつってもオールスタンディングが立ってんだけど前の方になってったら結構いい位置なんだけど真ん前に巨大なアフロがいるの。こいつがさお前微動だにしねえでくれよと思うな。結構動くアフロソウル大臣がいるのよそこに。ソウル大臣がバブルガムブラザーズの名曲ウィアソウル大臣がそこにいるわけですよ。ホストさそいつが右に出たらさらに右より右から出たりとかそいつがちょっとこうあの鏡気味になったら上から出たりとかしてんじゃん。な俺なんかあの中に住んでる鳥みてえに多分向こうから見えてんだろうなと思ってなんか FF のあれのあれかよみたいな感じのFF にアフロのやつ出てくるんだけどそいつ頭の中鳥出てくるのね。説明いるんだろうな人700万売れててもね。ねえねえだけどさ FF のこと100万売れてる FF をねえその説明するのにピルクルは説明なしで言ったよ。乳酸菌飲料だっていうことの説明なしでバランスおかしくねすごく。ほんでさこれでもうこれオープニングかオープニングでこう喋ってるそれでさ終わりましたとで最終的に歌も全部終わりました膝も結構ガクガクきましたっつって表に出るんだけど困ったのが神さんにダイレクトで連れてきてもらっちゃってるから駅が分かんねえんだ代官山の駅がね。これも思い込みなんですけどね。でまた俺 iPhone を忘れてきてるから今 iPhone 地図すぐ出せるからさ iPhone があれば心強かったんで家に忘れてきてる。これでさこれがささっきの理論と一緒なんだけどシオンのライブなのにもかかわらずパイゲンシーパイゲンシーも全く説明なく言ってるマミーの偽物マミーの偽物ですよシオンのライブのそのドリンクコーナーでワンドリンクのコインと引き換えにやっぱりプラッシーとか嫌じゃんそのシオンのライブ大人だからさプラッシー美味しいよプラッシーもスコールも美味しいけどチェリオも美味しいチェリオなんかうまくいけばもう一本当たる可能性もあるんだからそういう意味じゃ相当ねあれですよいける感じですけどやっぱりシオンのライブっていうことになっちゃったらそこはやっぱりアルコールじゃないとカッコ悪いと。でアルコールにしてもさっきのジントニックとかそういうもしくはこうロックでウイスキーとかじゃないともしくはビールとかじゃないとダメな感じですよ。カルアミルクみたいなやつは、ね、カルアミルクで途中が酔っちゃったじゃねえよブスの感じのやつはダメなんですよ。なんかと一緒で他の駅はできるんだけど代官山で駅どっちですか聞くのはもう自殺行為でしょおそらく。あのね代官山で駅どっちですかって聞く場合には一旦なまんないとダメでしょ。駅はどこ出すかとねそれを言わなきゃいけないのにこっちまだなまりも出てないのに聞けないでしょ。これでさ代官山さ最終的にたどり着いたからいいようなもんでさ駅じゃなさそうな方に駅ね大官あお前ら代官山
で迷ったことないな、まさては。代官山駅っぽい方行けば行くほど駅なくね。でその全然このこういう太めの通り沿いだろ駅と思って行くじゃん。でそれでそのシオンのライブからの帰りの人が流れてるところね、流れ人が流れていく方あるじゃないですか。これ絶対そうすれば駅行けると思って、これね今思えばね、思い起こせばね、21ぐらいの時、22ぐらいの時だから、20年前ですよ。20年前ね、この方式でいっぱい人の流れに合わせりゃなんとかなるだろう方式で、俺一回ニューヨークのヤンキースタジアムで痛い目あってんだよね。すごい痛い目にあってるんですけど、それと同じ方式でこっち人流れていくと思ったら、なんかシオンのライブ終わった後、みんななんかちょっとこう、自分の行きつけの飲み屋で飲んでいく空気みたいのをみんな出してて、どんどんそういうお店とかに吸い込まれていく、なんかさ、もう全然わかんないんだよね。もう完全どこがもうどっち方面が駅だかわかんねえみたいな状態で、これでもう何個かこっちの方に200メートルぐらい行ったら駅あんじゃねえか方面にない、太い道で、しかもあそこ五差路みたいになってない、なんかでこっち行ったらじゃあこっちだろもなくて、でこっち行ったらなくて、で最後の一択みたいな太い道路に行ったらその横に電車が走ってる、だけど電車の駅は見当たらないわけ。ってことはこの延長線上に駅が、でもこっち路地で入り組んでるぜの路地ぐらいの中ぐらいに東急なんか田園都市線みたいな、なんか東急なんとか線みたいな、東横線みたいなやつがあって、やっと家に帰れましたとさ、もうトホホってなっちゃう。それじゃあみんなこれ、マミーを飲みながら聞いてくださいシオン鬼はそう。ほんと代官山行く用事ねえよな。前に代官山行ったな、行ったの何の時かな、ミスチルの桜井さんと対談した時に代官山だったような気がするんだよね。ね、あの時も帰り駅わかんなくなっちゃって、結局こっち渋谷っていう看板見っけだから歩いちゃえってことになって、かなり長い旅をしたっていう記憶があるんだけどね。だからさ、うちのスタイリストをやってるハムちゃんっていう女の子は、修学旅行に東京に来た時の自由行動は代官山だったらしいんだよね。だからなんだろうね、そのこっちとら42年間東京ずっと住んでて、代官山と呼ばれる場所に立っていた時間って、おそらく合計で3時間ねえんじゃねえかな、おそらくて42年中3時間ねえんじゃねえかな、おそらくだけど、日暮里系、西でも東でも日暮里系だったらば、多分42年間のうち13年ぐらい多分あそこ立ってると思うけど、そう、段階やもう分かんねえ。代官山近くて遠いね、代官山ね小田切城とか玉山鉄次っていう人さ、角刈りっぽい名前なのにね、なんか俺の中では玉山鉄次って言われたら間違いなく角刈りに豆絞りだと思うんですけど、全然男前の、それこそ代官山な感じでしょ。なんか玉山鉄次京成沿線の感じすげえ名前だけだとすんのにな。あとそうですね、まあ、嵐の松潤とか巨人の大道とかそういう人が大体代官山ですよね、絶対ね。城田優とか米助とかそういう、もうその仲間にはぜ2人ぐらいもうすっとこっちからスパイ送り込んでやった、今2人ぐらいバット短く持ってあの辺にいるやつ全員ぶん殴ってやりゃいいんだよ、大道が。プレッシャーかかる場面でぶん殴ってやりゃいいんだよね。それがフランチャイズの、僕のフランチャイズの方の根津でね、この間ね根津は説明しませんよ代官山ほど事細かに説明、根津の地形ぐらい頭入ってんだろうってことですからね。そのいや、前にさ沼津行った時に八千草薫さん
まずでふいと入った和食屋のおかみから八千草薫さんにご伝言をとね、昔やってるとこから店舗が変わりましたんでっていうことを伝えてくれっていうのを託されちゃったっていう話したじゃないですか。で、僕まだね、このイベントをクリアできてないんですよ、全然。クリアの兆しもわかんないし、どこに行ってどのアイテムを取れば八千草薫に会えるのかもわからないんですよ。この、まあ、エイトサウザントクサツーンさんにどういう風にコンタクトを取ればいいのかもう全く今わかんない。おそらく僕と八千草さんが共通で会えるとこなんかはレッドホットチリペッパーズのライブぐらいだと思うんで、その会場に行けばもしかしたらですよね、いるかもぐらいの感じで、今ペンディングになってる八千草の件があるんですけど、八千草、そうね、8戦中まだ200も解決してないですよ、全然。タレント名鑑でそうそうこの顔だったっていうのは見ましたけどなんか年取っても綺麗だなとは思いましたけどね、品があるなとは思いましたけども、この人がレッチリのファンだと思わなかったなとも思う。あ、それは俺が勝手に言ってたことだと思ったりは確認取れてねえやっていうか、確認するまでもなく違うやっていうことはまあさておき、さておきですよ。でこれがペンディングになってる間にね、根津っていうまあ東京の下町みたいなところを歩いてたんですよ僕が。でいてまたその日はまあやっぱりタレントのスケジュールってこんな感じ、図書館に本返しに行ってで時間が余ったから根津の界隈をとぼとぼ歩いてたわけ。そしたらなんつったらいいのかな、まあおじさんが路地裏を歩いてたら、急におじさんが「おい!」っていう「おい!」って言われて、ああまあ反射的に「はい」って言っちゃったんだよね。「おい!」って言われちゃったからね。「はい!」って言ったら「テレビ出てんな」って言われて、で「はい」なんて言っちゃって、じゃあちょっと伝言をお願いしたいんだけど、あれなんか変な感じだぞこれと思って、はぁと思って、高木沙耶に会うだろうと。高木沙耶、高木沙耶。で、俺その時にちょっとなんかこう、ふっと思ったのは、高木美穂さんに俺、雑学王で会うですよ。で、高木美穂さんも結構自分でこう、農業をやったりとかして、で、この俺いつも高木美穂さんを目の前にしても高木沙耶さんとちょっと混同することがあるわけ。それで、で、その高木沙耶に会って当然っていう空気で言われたから、なんか勝手に高木美穂さんのことはちょっと思ったせいなんだろうな。はいって言っちゃったわけ。俺ね、高木沙耶の師匠なんだけどっていう。そのおじさんが。まあ、なんつったらいいのかな。よく最近古着ファッションとかさ、あとさ、無理してボロを着るファッションってあるじゃない。あれの無理しない感じの人だよね。その自然の感じの自然体でやってらっしゃる感じの人なんだよね。でその人がまあ高木沙耶の師匠だっていうことになって、ああ女優としてのかなとまああんまり思わない感じの人なんですよ。でその今から言うことをきちんと伝えてくれと。でもう僕その最初に変な反応しちゃってるから、それ以上何も言えないような状態で、流れ流れて僕は今寝ずにいます、書いたって言われて、書いたも何も俺何も持ってないから、書いてないのは絶対わかるはずなんだけど、書いたって言われて、いや書いてはいないですけど、この先長えからって言われて、僕長いの無理ですってやっと言い返したんだけど、よくよく考えたら長くなくても無理だよ。だってこんだけ長くタレント活動やってて、ほぼ一回も高木沙耶さんに会ってないんだから、それを明日会うことないじゃんどうやっても。で、なんか、そしたら、ちょっとこっちに来いって言われて、なんか連れてかれたのが、本当に今、その時点でも路地裏なんだけど、もっと路地裏みたいところに、なんつうのかな、よくさ、最近さ、本当は建てたばっかりなんだけど、その建築デザイナーとかが古さを出すために、ちょっとボロ屋っぽく、例えばこう、本来、こう、ちゃんとした壁のとこをトタンで作ったりとかすることで、すごいレトロ感出してるようなお家ってあるじゃん。なんか、割と廃材を集めて建てましたみたいにしてあるやつあるじゃん、わざと。
あれを自然にやってる感じの家の。ねえ、まあ、その、看板表記がアートって書いてあるからアートなんだろうけど、そのアートが多分中にたくさんあるんだと思うんだけど、ここの中に俺の今作ったそのアートがいっぱいあるんで、みたいな話になってきて、これはますますやばい感じになってきたなと思って。これで、あ、ちょっと僕今日あんまり時間がないのと、あの、そういう伝言とかあんまり僕あの、覚えられないんで、じゃああれだ、あの、今までのとこでいいって、え、今までのところって言って、流れ流れて寝ずに来ましたと。これだけ伝えてくれと。流れ流れて寝ずに来て、この建物に今、自分は住んでるっていうことを、その、高木さやさんに伝えてくれっていうことを、あの、伝えられて、あのね、FF 始めたんだけど、すげえ一本道なのね。あの、今新しい FF、びっくりするぐらい一本道だと。今初めて3時間 A ボタンしか押してねえから。丸ボタンしか押してなくて、連打で全部終わるから、とりあえずここまでは。で、あの、FF は一個のほら、謎がさ、解決するまで、次の謎あっちゃダメじゃん。ね。八千草薫をクリアしてないんだって。俺、八千草薫をクリアしてないのに、なんでその新しいミッションの高木さやなんかやられちゃっても、どうクリアしていいかバグっちゃうって、俺。どうやってもバグっちゃうって、どうやっても。それで、ロマサガ、これ、ロマサガ、ロマンシングサガはいろんなのいっぺんにできたけど、いろんなやついっぺんに受け負ったけど、これもどうにもなんねえ、みたいな。これもどうしたらいいんだろうと思いながら、まあ、とりあえず根津の周りを歩いてたら、今度上野動物園近づいてきたわけ。さ、上野動物園のところでいきなり、ねえって言われて、はいはいって言っちゃダメなんだよ。あの辺は絶対言っちゃダメなんだよ、ねえに対して、はいはダメなんだよ。まさかの三つ目のミッションを今度もらうことになるんだよ。このよくわかんねえおばあんから、通りすがりのウバのいないウバ車を乗っけてる。ウバはいるか。ウがいない方のね、乳を飲むやつがいねえ方のウバ車を押してるおばさんから、ねえねえって言われて、はいって言っちゃって、テレビ出てる。テレビ出てる伊集院さんって言われたらもうとぼけようもないわな。伊集院さんのよねなんて言われて、あなたあの人知ってるって、まずもうやだよ、もうこれ以上難易度上がったら俺このゲームすぐ中古屋売っちゃうよ。お前興味 FF の地図見ろ、地図分岐点が一個もねえようなマップあんだぞ。お前びっくりすることにさ、それをさ、あの人知ってるって言うと、もう知らない知らない知らないって言う、もう知らないよ知らないって、これ以上誰のこと言わ、俺ビル・ゲイツとか会わねえし、ビル・ゲイツでも一回会ったことあんな。そうやって考えたら、八千草薫よりビル・ゲイツの方が手前に行くかんね、俺ね。それで、小林よしとって言われて、誰だよそれ小林よしとってよ。小林よしとなんて会ったこと、え、俺前のマネージャーだよと思って。小林よしとに会うことあるって言われて。小林よしと俺のマネージャー辞めてから、ホリプロ辞めちゃったから、会わねえんだけど、ただ俺の中では、ハードルが八千草薫まで上がってるから、それに比べたら全然会えるじゃん、小林よしと。クリアできそうな罠なんだけどね、おそらく。だってさ、クリアできそうだって、俺、小林よしとには世話になりっぱなしで全然何も言わずに別れてるから、会うったって会う感じにもなんないしさ。で、小林よしと知ってるって言われる。僕の元のマネージャーの小林ですよねみたいな話になって。ほいで、小林に、よしとくんって言ったよしとくんに会ったら、上野のおばちゃんは元気でやってるからってちゃんと言ってほしいんだけどって言われて、はいなんつっちゃったんだけど、はいは、お前誰だよ上野の、お前電話しろよお前が、お前俺よりも電話絶対しやすいから、小林よしととお前すぐ、今すぐ小林よしとと高木さやと八千草薫にお前電話しろよ、暇だろ俺よりどう考えても。もう三つ目のミッションまでもらっちゃってさ、どうしていいのかわかんない。もう表出んの怖いよもう。表出たら次誰、オンエアウィービーとか死んねえかんね俺ね。一度待ったことないからね、もう全然。ジャネット・ジャクソンとか全然知らねえから、もう。やめて、その知り合いとか歩くのも。俺にもう何も頼まないで、何も頼まないで。いや、久々にその小林よしとっていう名前を聞きましてね。まあ、自分の、一個前のマネージャーで、
で、なんつ、ノーアルタカを爪を隠すって言うんですかね。筑波大の付属校から慶応大学に入るですよ。そこから一流会社のホリプロに入ってっていう。で、普通そこまでエリートだと、いけすかないやつになるんですけれども、そのね、爪をすべて隠して、隠そうとしてたら、深爪しちゃって、下手したら指の先の第一関節ぐらいからもう思いっきり爪切りでいっちゃったせいで、爪がもう一切出なくなっちゃったっていう、出し方がわかんなくなっちゃったっていう、なんだろうね、十徳ナイフを全部畳んだまま錆びつかしちゃったら一徳も出なくなっちゃったっておなじみの普通の千枚同士でもないっていう握りやすいものになっちゃったっていうんでおなじみのその小林なんですけど、まあそういう意味では性格的にも自分たちすごくよく合ってて、いい感じだったんですけども、まあ何せお互いダメ人間が揃ってるから、あれダメ人間同士いるからすげえダメなんじゃねえかと思って、小林というダメ人間の代わりにホリプロに入ったばっかりのその今の可愛い子ちゃんマネージャー下っていうのを、これがまたできるという評判の女だったんでつけてみたら、あれでもまだマシだった、マイナスとマイナスをかけたらちょっとプラスなぐらいだったんだなっていうことで、よりダメになってるでおなじみの今状況で、そのまあ小林に上野のおばさんがよろしく言ってたって誰が言ってくれ上野のおばちゃんが、それでね、その代わりに入ってきたその、可愛い子ちゃん、期待の有望株、女性マネージャーしもちゃんなんですけど、これがですね、伊集院さんと組んで、組む前にはそういうこと一切なかったんですけれども、どんどんダメになってきまして、今びっくりしました。この間六本木で取材だと、で取材を受ける場所がグランドハイアットっていう、六本木ヒルズの中にあるホテルなんですよね。グランドハイアットっていう字がカタカナで最後のがトローって溶けてるピンクのネオンがあって、ほいで温泉の地図記号の温泉のマークがジー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 ってなってて、そこのところにゴミ虫がぶつかってビビーって焼けてるのでおなじみのグランドハイアットホテルって、高いホテルだよ、休憩4800円だからね。もうプレステ2ありますって書いてあるから、プレステ2ができるんですよ今、そのグランドハイアットホテルっていうね。入り口のおばちゃんと一切合わないまま、中に入れるようになってますから、ビニールの変な、カーテンみたいなやつがバッサーって中に入っていくとそうなんですよね。フロントにヒニングを頼むとババアがヒヒ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 ってヒニングをくれるでおなじみの超一流ホテルグランドハイアットさんの方で4800円からって書いてあるから、今そのお部屋は満席でして、だって6500円の部屋に通されちゃうでおなじみの、まあ超一流ホテルグランドハイアットさんがで取材をしますってことになってね。大体あれですよ、その今までのその有能マネージャー小林義人だったらそんないい場所に取材をセッティングしませんから、立ち話でいいんじゃねえかってことで大体なってましたから、立ち話で取材終わるのは疲れるまでぐらいの感じにしてましたけど、その何時何時にそのグランドハイアットホテルにてってことになって、それでこれこれこういう内容の取材ですよみたいなことありまして、それで待ち合わせ、じゃあホテルのロビーの方で私待ってますので、何時にホテルのロビーに来てくださいって行くとさ、グランドハイアットのロビーなんかもうさ、行ったこともないよ、できるやつしかいねえんだろうなっていう感じの、うわ中卒俺だけだよっていう、全員が中卒が何しに来たのかしらって全員言ってる感じですよね。ホテルマンも全員大学院出てると思いますんで、もうみんなすれ違うたびに小さい声で中卒って必ず言ってく感じがするね。でまあそれはカウンセラーの先生に見てもらったら聞こえなくなりましたけど、その感じがする感じですよね。だってね、そんなとホテルのロビーで人待ってる間なんか暇だから、一人や二人はチューペットチューチューしてるようなやつもいるでしょ。一人もいないですよ。チューペットの先っぽが噛み切れないですんごい引っ張って前歯折れちゃってるやつだって一人ぐらいはいるはずですよ、あんだけ人がいりゃさ。一人もいないよ、グランドハイアット。グランドついちゃってもただのハイアットだったら一人か二人はいると思うけどね、おそらくね。粉ジュースをそのまま飲もうとして気管に入ってのたうち回ってるやつとかいると思うんですけどまあグランドついちゃって、しかも六本木だったらば、それはね、
いませんね。でみんなかっちりとした服でさ、外国人なんかもいたりするわけですよね。おそらくに何だろうね、友達の友達ぐらいの近さでエディ・マーフィーとつながるぐらいのそれぐらいのレベルの外国人がすごいいっぱいいるわけですよ。したらさ、もうこのできるマネージャーだったのがこの伊集院さんとこうその一緒に仕事をするようになって、どんどんできなくなってきたのかな。時間になっても来ないんですよ、このマネージャーの下尾ちゃんが。でも俺が聞いてることは、このグランドハイアットの中でもうその部屋で取材があるっていうこととね、それからオールヌードだから、いつもみたいにケツにうんこをべっとりつけてくるのはやめてくださいっていう、今日だけは拭いてくださいっていうね、少し強めに拭いてくださいっていうことでね、いつもならいいですっていういつもならどんなにクソだらけで来てくれてもいいですけれどもっていう、あとよく縄張りを誇示するために一旦したうんこの上を寝転がる癖も今日だけはやめてくださいね。もともとイノシシなんでそれはしょうがないですけどっていう、ね、で今日は人として来てくださいしか聞いてないんで、うんこがついてなくてロビーに時間についた時点で俺の仕事はもう OK なわけですよ。この先のことはわからないわけですよ。したらそのうちのマネージャーがなんかその急な仕事が入ったのか、前のお客さんが延長したのかな。彼女は多分おそらくマネージャーと売春婦を両方やってるから両立させてるから、前のお客さんが延長されちゃったらそれはねしょうがないんだよね。それはもうね、それでもうそれは介護じゃんですから、それは延長する子はしますわね。新婚の奥さんに対して何を言ってるんだよ。新婚だぞ下ちゃんは、守ろうね。おいでさ、したらなんか、そのちょっと前のスケジュールがおっしゃってっていう、伊集院さんのことも私はやってますけども、ホリプロの一押しの福井美奈ちゃんっていうタレントをメインでやっていて、その暇つぶしにあなたのことをやってるもんですから福井ちゃんの方の今売り込みがものすごい大変な時なので、あなたなんかにはね、本当に片手間でやってることですからっていう、ね、ついでの感じですっていう、ね、うちの、喫茶店で出しているサンドイッチ美味しく作る傍ら、たまにパン祭りのチケットを冷蔵庫に貼っとくぐらいの感じでそのあなたのことは考えてますから、ね、すいませんけどもっていう、勝手に冷蔵庫のにくっついててくださいぐらいの、ね、期限切れたら捨てるまでですという、そういう感じのことだという連絡が入りまして、それでどこ行ったらいいかっつったら、831号室にもう先方が来てますので、831号室に自分で行ってくださいっつって書いてあって、で、じゃあ、831かっつって、よし、野菜で、ね、野菜ね。一番好きなのは、ブロッコリーね。ブロッコリーはカリフラワーじゃないよ。緑の方のやつ。茹でる、うまーい、ね、そして、ブロッコリーだけでは、すごく偏っちゃうので赤い系の野菜も食べましょう。人参、人参も食べましょう。キャロットなんて言うよね。あー部屋がわからない、うるせえ、うるせえよもう俺よ、俺本当になんだかもう本当にダメだこれ。普通の話をちょっと池田に言われたじゃん、ちょっとすればいいって、ちょっとして、もうもう CM なの、ちょっとして CM のはずだったんだこの話全部終わってから、キャロットなんか出ないはずだよ。おい行けよ831にキャロット出すなよ。深夜のバカジカ、ちょっと行ってきます、ちょっと行ってきますって言ってバーレーン、野球場からバーレーン、そういう法律ではあるんですか。あるんですか。そうですか、すいません。これでもう途方に暮れてたらさ、ちょうどこうホテルのさ、その廊下にさ、両方こうシンメトリーにさ、ずーっとこうドアが並んでんじゃん。その中に人参のマークの部屋が、それを開けたら、それ開けたら終わりな気がする。俺多分何かが終わる気がする。もう分かんなくなっちゃったと思いながら、まあメールだから確認して珍しく携帯持ってたんで、メールを見たら、
831号室って書いてあったから、831号室だ。これ覚え方は？覚え方もいいよ。メールを見ればいい。ね、で、831階に行って、そしたらね、もう、30階ぐらいからかな、もう、ずっと六本木の街が下に小さく見え始めて、うわ、宇宙だ、もう空気がないなんてなって、ほいで、まあ8階なんだけど、で、8階に降りてですよ。8階降りて。で、もうなんかね、なんつうのかな。もうちょっとこう、超一流ホテルの感じ。すっごい静かで、本当にずらーっと部屋が並んでて。んで、その中から831、831って探していくと。で、普通、こういう取材とかで使うときって、ビジネスホテル系のホテルの会議室とか借りるんですよ。だから、普通は、その入り口のところに、何々様お席みたいな、ことが書いてある。こう、ちょっとした何々の間みたいな分かりやすい名前がついてて、その何々の間の前のところには、朝日芸能とか、そういう様の、席って書いてあったりとかするから、今回は浅草キッドと薬満さんと朝芸で対談だと思えばそこに行けばいいんだけど、そのグランドハイアット。なんもない部屋なわけよ。だからその目印がなんもないわけ。ほいで831に行ったら、まあそう普通のホテルの部屋だわね、隣と一緒の。で、それでピンポン押すのが、ついてるから、ピンポン押すしかないわね。で、ピンポンと押したら、向こうからインターホンで、外国人がハローみたいな感じの声が聞こえるわけ。なんか俺今日取材受けるところって、そんなやつっていう。朝芸のあの英語版出てんの朝芸。ねえ、のやつみたいな。で、その、あわわなってたら、向こうは多分誰だみたいことを言う、何みたいことを言ってるんだろうけど、あわわになっちゃってて、こっちそんなの、だって外国人なんか出る、まして女の外国人なんかが出ると思わないから。したら向こう勝手にドアガチャって開けたら、なんか、ピッチピチのイギリス国旗の長袖のシャツ着た。なんか小太りの、なんか、おばさんの乳首がピーンって立ってる。金髪がその乳首の寸前ぐらいまでのストレートの、まあ、イギリス国旗着てるからイギリス人とも限んないけどね。だってわかんないけど、唇からベロをベローって出してるシャツ着てたら、そいつローリングストーンズのメンバーかって言うとまた別の問題だからね。だから、そのイギリス国旗の、なんか、おばさんかお姉ちゃんかちょっと小太りのやつが出てきて、怪訝そうな顔で、何の用みたいな感じって言われて、これはどう、で、また俺そのね、その時取材受けてた雑誌っていうのが、俺知らない雑誌なわけ。ね。だから、あれ、俺、その勝手に日本の雑誌って思ってたけど、取材内容も日本語で来てたから、日本の雑誌じゃねえのかなってちょっと思って。とりあえず、My name is 光る伊集院って言ってた。したら、びっくりするほどでかーいハテナを頭の上から出される。なんか、ワットみたいな感じになってるわけ。でも、あと、俺が知ってる言葉はもう、We have a lot of earthquake in Japan か、How many books do you have の二択になるわけ。もう、こうなっちゃうと、あなたはどれぐらい本を持っていますかか、日本は地震の多い国ですの、どっちかしかないじゃんか。どっちかなと思ったら、横のところにうちのマネージャーの、その下を、かわいこちゃんマネージャー、下女子が来て、あんた部屋違ってるよと。部屋は、813だって言われて。ほいでその外国人の人に対して、もう大変申し訳ないと。おう、ジャパニーズ腹切りショーつって。で、一応、まあ、省庁の一部を挙げて、これをお土産にしてくださいっていう形で帰って、813で取材を受けたんですけど、明らかにメールに831って書いてるわけ。あのね、どうしようもないよね。その状況で相手の先方の顔も何もわからなくてピンポン押したら、あれ外国人だからまだよかったと思うよ。外国人だから俺まだこれはないなって半分、7割ぐらいはこれはないと思ったけど、あれがですよ、ね。もし中途半端に、なんでしょうね。パッと見、
日本人に見えちゃえば、例えばアジアの人間で、で、しかもたまたま人民日報の記者でってなっちゃったら、国交について俺急に変なこと話しちゃったりした場合に大変なことになっちゃうじゃないですか。まあね、そんなこんなで、一曲聴いてください。なんだよ、そんなこんなで一曲聴いてくださいって。ハーフライフエントランス。そうそう、あのね、最近そうやってさ、うちのマネージャーの新婚のしもちゃんを捕まえて、その、天下のホリプロダクションと売春婦を両方やってて偉いみたいなね、そういう根も葉もない話をするじゃないですか。ね、全部空想ですよ。ね。八千草薫さんに何か伝言してくるなんて言われたこともないです。そこもだとするとすごいな、お前。むしろ。まずも言ったことがないです。じゃあお前なんかすごいよ。ここ6年家でずっと正座をしてますんで。ね。で、そんなんばっかしてたら、なんかこう、伝え聞きの伝え聞きだからなんとも言えないけど、加藤浩二さん。加藤浩二さんが、なんか TBS からか TBS 来る時だか、タクシー乗ったらタクシーの運転手さんがジャンク聞いてますって話になって、で、その人が、加藤さんのその番組も、プロデューサーは池田さんって方ですかみたいなこと聞かれて、あ、そうですけどって言ったら、その、池田さんが、まあ、猛烈な、その、ガチホモだと。ガチホモなんですってねっていうね。まあ池田の自由ですよ、それは。池田の自由ですけどね。だけど加藤さんからしてみたら、新情報じゃないですか、そんな話は。ね。だから、はぁってずっと合わしといたらしいんですけど、なんでしょうね。この番組でいろんなことを僕言うじゃないですか。みんな分かって聞いてくれてるって、ちょっと思いすぎてるんですよね。少し僕なんか過信してるところはあるんですよね。池田さんは両党なのでそこのところはね、間違ってもらっちゃ困るんですよね。そういう池田さんは性別で分けてるんじゃないですから、性別で分けてるんじゃなくて耳の裏の匂いで分けてますから、耳の裏の匂いが強い酢酸臭の人ならすぐ好きになるっていう、そういう癖を持ってますんで、それがまた別なんですよね。で、またそのさ、その池田とその久々に正月一夜を共にしようじゃねえかって話になって。ね。しっぽり行こうじゃねえかよって話になって、初心に戻ってっつう話になって。もともとディレクターと DJ なんて関係じゃねえだろ俺たちはっつうことで。ね。肉体関係だろって話になって。まあ、話すと長いんだけど、うちの神さんが正月ハワイに行くって言い出したわけ。最初。ね。で、その、Q 様でハワイ旅行のチケットをもらってるわけですよ。もう何度もいただいてるんです。Q 様に。僕ほら、皆さん知ってる通り、インテリ芸人じゃないですか。もう、プププププププ。ね。その、今笑ったろ俺。俺ならいいんだよ。で、その、インテリ芸人なおかげで、その、いっぱいハワイ行きのチケット何回分かあるわけですよ。ね。たらうちの嫁さんが、まあうちの嫁さん前から言うんですけど、うちの嫁さんはまっすぐに芸能人になりたかった人ですから、普通に。うちの嫁さんの夢は歌がヒットすることと、で、みんなが喜んでくれる立場になったら24時間テレビに出たいっていう。俺とまあ、全く同じ。ね、俺も全く同じですよね。ね、もう変な中森明菜2世って言われて俺もこの世界に入りましたから。そうなんですよね。まあ、それで、まあ、中森明菜2世でつけたやつがバカだったんでしょうね。性別もジャンルも違うのにつけちゃったんだから。そらバカなんでしょうね。本当ですよね。右の送りバント職人に王2世ってつけるようなもんですからね。で、まあまあ、で、うちの嫁さんはそういう芸能人は1回や2回ハワイに行ってるべきだと思ってみるんで、僕はそのハワイっていうところの眩しさみたいものにすでにこうちょっと、物をじしちゃってるんで、しかも正月をハワイで過ごすなんてことはまあありえないわけですよ。で、嫁さんは正月ハワイ行きたいっていう、毎年言うんですけど、まあまあそれはまあまあなんつってたのが、今回はそれチケットがもうあるわけじゃないですか。行くって言えば行けちゃうチケットがあるわけじゃないですか。にもかかわらず押し返すのがすごい大変で。で、まあ、その、今初めてラジオを通して僕言いますけど、
プロデューサーディレクターの池田には秘密にしていたんですけど、初めて池田も聞きますよ、ガラスの向こうで。ね。皆さんと同時に聞きますけど、池田がどうしてもニューヨークっつってると。俺はね、ハワイ行きたいんだよ。さ、ハワイ行きたいんだ。ハワイの旅行チケットを無理言ってニューヨークに変えてもらうことができるよ。できなくはないけど、俺はそのハワイ行きたいよ。芸能人だもの。で、結婚してからお前ずっとハワイ行きたいっつってんのを、行かないっていう理由がないもんね。ただ池田がなんだろうね、あれね、ニューヨークにもどうしても行きたいと、伊集院さんとじゃなく行けないようだったらもう番組下ろすの下ろさないっていうパワハラ、そういうやつになっちゃってるっていうことをうちの神さんに言って、なんでお正月休みなのにそんなそのプロデューサーの言うことを聞かなきゃいけないのかっていう、そりゃ俺もわからないよと、ね、そういう強権を発動するやつなんだよっていう、もうあいのちょびひげはっていう話をして、でまあ池田は確か俺の方からこのままじゃハワイに行かされちゃうからニューヨークに行かないかって誘われてると思うんですけど、まあ実際のところはそういう風になってるんでよろしくね。でその池田がニューヨーク、あの男ニューヨークに住んでたふりをしてる時期がすごい長かったんで、池田久々にその昔住んでたところに行きたいみたいな話と、伊集院さんと見たいこう舞台があるから行きませんかっていうに池田がもう言って、池田がそう行けませんかっつってる時には例のネガをまくっていう意味も入ってるんだと、ね、俺が結婚前に若木の至りでですよ、肛門にべったりとワセリンを塗られですよ、ね、それでいて、体を荒縄でがんじがらめに縛られですよ、そしてですよ、肛門からガンガン持ち米を入れられてですよ、大きな寸胴の中で、想像してたのと違う写真だなそれ、どうやっても入れられてですよ、こと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 煮てですよ、ね、家系のラーメン屋にの店先に置かれるあの写真をネガをね巻かれるってことだから、もう行くしかないんだっつうことで、今そう正月にちょっとニューヨーク行こうかっつうんでなったんだけど、これがまあ思いつきで言ってるもんだからチケットが結構きつくて、なんだかわかんないんだけど、みんなで旅行に行こうってのにバラバラにニューヨーク入りするような形にもなりかねないし、まだ行けるかどうかもわからないんだよね。ほいでね、なんかよくわかんない現象が起きてきて、ニューヨーク行きたいよ、俺も行きたくてその言ったんだけど、なんかニューヨークに行きたいっていうことと、でもなんかこう昔に比べてこらえ性がなくなってるから、ニューヨークまでの 12,3 時間の飛行機なんかどうしようかなみたいなことになってきて、でだったらニューヨークまでのその 12,3 時間のために楽しみにしてたゼルダの伝説大地の汽笛 DS 用を今週発売になるけど、やらないでおいて、そのニューヨーク行く飛行機の中でやればもう 12,3 時間なんかもうあっという間だっていう風に切り替えたわけで、そうなってきて、で、まあ、ニューヨーク行こうかって言い出したら先週ぐらいからなんだけど、そうなって5日間ぐらいそのことばっかり考えてたら、みっちりゼルダがやりたいってことがすごいメインになってきて、別にニューヨークはいいんじゃねえか、ゼルダがやれればっていう、今一番楽しみなのは、正月のその明けたら、ゼルダが、そこまで我慢してたゼルダができるみたいな感じになってきて、だ結果わかんないけど、どっかでしゃがんでゼルダをやってる可能性もまだ全然あるんですけど、まあそんなこんなで、まあ池田のわがままに付き合わされて、本来行くはずだったハワイはやめて、どうやらニューヨークに、でも本当にないんだよね、今年チケットが全然なくて。な、あれ、円高のせいなのかね。正月の、変なし、暮れから正月にかけてとか、下手すりゃクリスマスとか挟んだりとか、ニューイヤー挟むと、そらチケット今までなかったんだけど、正月も明けてからは、ニューヨークなんか全然寒いし、ガラス気だったんだよね、去年まで。なのに、なんだろうね、餅つきでもあんのかね。そのせいかでちょっと混んでて。どうなっかわかんない。久々に海外行こうか。あらら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 。でさ、びっくりしましたよ。さ、なんか足が思うように動かなくなっちゃって、さ、殺されるってやってくれましたよ。でさ、そのワクチン、うっす、うっす、泣き毛の入っちゃうね。殺されるって。深夜のバカ力から。ないない。あるあるコーナー。
ないシチュエーションでのあるあるネタを募集しているコーナーです。今回のテーマは巨大なモミの木によじ登り先端で乳首をついてアヘアヘしているといつの間にか切り出されてちびっこハウスの庭にクリスマスツリーとして飾られてしまった時のあるあるということで、いつも先延ばしになっちゃうんですがクリスマスシーズン中にということで、やってみましょうか。クリスマスシーズンだなと思って今あれらしいね、あのよくさよくわかんないのがさこう友達とか割と疎遠なやつも含めてこのシーズンになってくると俺を何だと思ってんのか知らないんだけど、こういうおもちゃが欲しいんだけど売り切れなんで、あのお前タレントパワーでなんとかなんねえかなみたいなタレントパワーって何そうやってかけて今回も仮面ライダーの変身ベルトがすっごい売れてるらしいんだよ。なんかあんじゃん昔からあるあの変な腰のところに巻いてフリニューンって内臓がブルルルルルルって出ちゃってこれが秘蔵ってやつなんだみたいな例のやつですよ、ね、禁止だよ危ないから、ね、そのあれの一番新しいやつがすごい売れててちょっとそれこそさ昔と違ってさそういうものを今度買ってヤフーオークションみたいなパターンがすごいあるからちょっと品薄になると一気に品切れまで加速してしかもダブ付きまで多分おそらく来ると思うんですけど今まさにそれが品薄で、ちょっとプレミア合戦みたいになってるらしくて大変らしいですよ仮面ライダーベルト。伊集院なんとかならないなんつって仮面ライダーに知り合いないなんつっていねえよいきます。巨大なもみの木によじ登り先端で乳首をついてアヘアヘしているといつの間にか切り出されてちびっこハウスの庭にクリスマスツリーとして飾られてしまった時のあるある。ペンネーム無重力スナイパー。アヘアヘしている時は気づかなかったが意外と高くて怖い。普通だよ。普通だけどね。ペンネーム年収5万。その後なんだかんだで覆面レスラーとして活躍しその給料をちびっこハウスに寄付することになりました。きっかけそれなんだ。伊達直人だった。タイガーマスクがちびっこハウスとゆかりができた最初のきっかけはこれなんだ。ペンネーム引きこもりの近藤さん。モズが、モズがじゃねえ。モズがじゃねえ。ラジオネーム夜行性の生き物。子供の無垢な瞳で見られるのも悪くないと新たな快感を覚える。ペンネームトマト茶碗蒸し。木の下ではしゃぐ子供たちの中に訳あって2年前に離れ離れになった娘の姿があり友達とおしゃべりする声が聞こえてくる。娘、サンタさんプレゼント持ってきてくれるかな。男の子、サンタなんて本当はいないんだぜ。あんなのよお父さんがやってるだけなんだぜ。娘、でも私お父さんがクリスマスに来てくれるならサンタさんが来るよりも嬉しいかもしれないな。涙がもう止まらない。お前何やってたんだよ。お前そんな子いるのに何やってたんだよ。そんな子いるのになんで山で何やってたんだよお前。そりゃ涙も止まらないよ。ペンネーム下村ゲソン。巨大なもみの木によじ登り先端で乳首をついてアヘアヘしているといつの間にか切り出されてちびっこハウスの庭にクリスマスツリーとして飾られてしまった時のあるある。そんなユーミンの新曲ある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 。恋人はサンタクロースがもうそろそろクリスマスソングとしてはちょっと古いかなと思ったんじゃないのユーミン。それで新曲としてなんかこういうやつを作ったんじゃないの。こきりこぶしに乗せてこきりこぶしからパクったメロディーでこういう感じのやつ作ったんじゃないの。でもなんか これからなんかそのクリスマスツリーに飾られてしまった
は昔の話みたいな、なんだよそれ、わかんないけど、その後に無理にラブソングに持ってく可能性あるからね。続きやして、ペンネーム治郎書士、ちびっこはそれぞれ自分にだけしか見えない気持ち悪い妖精だ、周りに行っても絶対バカにされると思い、みなあえて触れず持ち出さずでそのままスルー。ある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 。ペンネームキクラゲ嫌い、子供の一人が、わーいわーい、僕が欲しかった変態ブサイク童貞人形だ、サンタさんありがとうと抜かすのでぶん殴る。ある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 やってて、もうある程度そろそろ重役回避だしっつんで、時間は気にしてたんだけど、その時にブイーンって来たから、ほーほーってなっちゃったんじゃないの、それで半分よだれ垂らしてそれで運ばれちゃったんじゃないの。ラジオネームやりすぎ数字、子供たちが俺を新種のクワガタと勘違いし、全員で木を蹴って落とし、新種のクワガタ、木登り乳首アヘアヘクワガタとして学会で発表された後、図鑑に載ることになります。ある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 あ、想像力たくましいやつだな、おい。もみの木でおっぱい連想して、そこまでいけちゃえば。これ何のネタでも使えると思うんだけど、ペンネーム、福。巨大なもみの木によじ登り、先端で乳首をついてアヘアヘしていると、いつの間にか切り出され、ちびっこハウスの庭にクリスマスツリーとして飾られてしまった時のあるある。そんなジンの最終回。ある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 おそらくそんな話なんだろうなっていう。ただジンはやっぱりあれだけ視聴率があると、伝え聞くにタイムスリップが関係してるらしいから伝え聞くにタイムスリップ入れる要素が全然ないからね。どう見ても現代から現代の話だからね。であれかな、なんか現代に大沢たかおが現代に戻ったら、それがこうなんかちょうどもみの木の上で、でちょうど乳首とかカサカサになってたから、おいいないいなみたいな感じでやってたら、切り倒されてクリスマスツリーとして飾られて、新しい話じゃん。もうこの先まとまんないじゃん、しばらくまとまんないよね。ラストかね、はい、ラスト、ラジオネーム5分の1だけ童貞卒業、よくよくクリスマスツリーの中を見てみると、同じ状況の人が 5,6 人いて、彼らとは未だに連絡を取り合ってます。ある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 あの時は怖かったなみたいな話を未だにね、未だにしてますんでね。さあ、それじゃあ、来週というか次回のテーマです。トラウマに、トラウマになるようなことをかたどったビスケット、もしくはトラウマを思い出すようなことをかたどったビスケット、ギンビス食べっ子トラウマをおやつの時間に食べる時のあるあるね。パッと見普通のやつなんだけどね、このあざはって言い出すからねこれはこれはっていう、うわー、ギンビス食べっ子トラウマ、いろんな形のやつあるんだろうな。自転車のスポークのところに、走行中の自転車のスポークのところにスニーカーのつま先が入ってくやつとかあるんだろうな複雑な形のビスケットだなおい
トラウマを思い出すようなことをかたどったビスケット、ギンビス食べっ子トラウマをおやつの時間に食べる時の、あるあるということで、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク一軍光る深夜のバカ字から、それぞれの係まで送っていただきたいと思いますと。で、おジュー面キーアマゾー大空に来て俺の女は、おととい家をさ大掃除しててさ、それで片付けてる時にこう完成形みたいなのがよく分かんなくなってきて、だいぶこうゴミとかも捨ててきたんだけど、この後どうしたらいいのか、何を俺はどうしたいんだみたいな感じになってきて、一旦表出ようと思って、東急ハンズとそれからビッグカメラにこうちょっとこう用事を済ませるみたいな、したらさ、土曜日の池袋ってなんだあれ、あの混み方、土曜日の池袋って日本の祭りベスト10に入るな、あれおそらく相当な人数出てるぞあれ。まあねぷたには勝てないと思うけれども、そうね、山形あたりのあんまメジャーじゃない祭りだったら、毎週土曜日の、まあ、しかも12月のね、もう20日近くになってる、池袋すげえって、東急ハンズがまたすごくてさ、ほいでこう俺の中では東急ハンズのその、お掃除グッズ系のところに行ったらこれとこれが使えるみたいなことひらめくんじゃねえかと思って行ったんだけど、まあもうすでにこれを買うって決めてきてる人が相当いるわけよ、もうハンズのお掃除用品売り場で。とりあえず俺の中で買うのが決まってるのは、ポストイットってあるじゃん、付箋、あれが切れてたから一応あれは買わなきゃって思ってんだけど、まあレジも延々と並んでるわけで、その延々と並び方もそのカゴの中にまあいろんなものが入ってる、一人一人がとにかくこの、暮れの大掃除、もしくはクリスマスパーティーとかもそうだと思うんだけど、そういったものの買い出しに来てるから、なんか忘年会用のさ、いろんな紙皿から斜めにかける宴会部長みたいなタスキからうわーって人がさ大勢並んでて、で客も多いからレジもいっぱい開けてあるんだけどさ、そん中に俺だけポストイットをさ一個持って並んでる感じ、そのこう前後の人の何お前っていう、コンビニでも売ってねえそれっていう。でまた微妙なのがポストイットって端っこだけこうノリがついてるじゃんか、じゃなくて俺はちょっと付箋の前面にノリがついてるやつが欲しくて、いや俺バカだから、あの収納ケースみたいなのに、いろんなものを分けて、文房具とか分けてんじゃん。で文房具とか工具とか、それから説明書とか骨とか、それからあと保証書とか、それから警察には知られてはいけないものとかパソコン関係のものとか、フロッピーディスクとかね、死骸とかそういうものを全部入れるじゃない。ね、ルミノール反応が出てしまう部分だけ切り取った布とか、そういうものの入れるのの、もうなんかいろんなジャンルで分けてるうちに、また中途半端みたいなものが出てくるわけ。なんか工具なんだけど、パソコンの時にしか使わないようなパソコンの、その自作パソコン作る時にケーブルをきれいに外のビニール部分だけ剥がすストリッパーって言うんだけど、あれみたいな工具をパソコン関連に入れていいのか工具に入れていいのかが分かんなくなったりとか、また大きな
ボール箱を切るようなでかいカッターは文具なのか工具なのかがわからなかったりとか、それからその、どす黒くなってる布がゴミなのか、警察には絶対渡せないものなのかがわからなくなっちゃうから、その全部の引き出しに一旦付箋でこれを入れるって書いて、見ながらこう入れてこうと思って、その付箋が欲しかったから、そのためには端っこだけペロッと剥がれちゃダメなの。後では剥がすけど一旦ちゃんとつかなきゃって言うんで、それが売ってるところはハンズしかないんだよね。で、まあ、そのハンズで大勢並んでる中、こいつこれだけ買いにっていう。まあ、レジの方が、俺の心がそう見させたんでしょうね。その前にポンって置いて、それをピッてやった後、え、これだけっていう感じの。で、その後ビッグカメラに行くんだけど。ビッグカメラが、まあ、混んでてさ。これはまあまたすごくてさ、でゲーム関連も相当で、それこそ FF も出たばっかだし、まあやたらあるわけ。それとその冬のボーナスで何か新しく買おうとか、そういう人もすごいいっぱいいるわけじゃん。で、特にすごく混んでたのが、いわゆるデジタルオーディオ機器、iPod とか、デジタルウォークマンみたいな、ああいうね、あれ系の、あのちっちゃいさ、いっぱい曲は入ってるけど、うっかりすると肛門の中シュッと入っちゃいそうな、あの系統のやつの売り場がすごい混んでんだけど、まあカップルでお揃いの、iPod ナノを買いましょうとか、そんな人でズラーなってるわけですよ。で、その中に俺が欲しいのは、こないだ買ったヘッドホンの、モトローラっていうメーカーの、ワイヤレスヘッドホンの、耳の中にグッて入る、耳の中に入るゴムの部分が取れやすくてなくなっちゃったから、そのゴムの部分をメーカーから取り寄せてほしいと。それでそのゴムの部分も L サイズと M サイズがどうやらあるみたいんで、できれば大きい方のゴムを、取り寄せてほしいんだけど、取り寄せる単位が左右対なのか片方だけなのか、いっぱい入ってるのかがわからないので、それをメーカーに聞いていただいた上で、お正月になくなることも考えて左右三つずつ欲しいっていうことを誰に伝えようというか、そのもうさ、わかんない。俺が店員だったら嫌だよそんなの。おそらく100円とかでしょ、どうせ買ったところで。その時にもう、あの、聞いたらなんて言われるんだろうと思いながら、まあビッグの店員さんちゃんと対応してくれて、あの、今その会社に電話してるんですけれども、お休み、土日なんで、お休みなんで伝わらないんでみたいな、本来だったら塩をまかれてもいいはずじゃないですか。その時の俺の顔すごく恐縮だなっていう、わかりますっていう感じの、俺でも嫌ですこの客っていう、なのにそんなに温かくどうもありがとうございます的なやつ、何なんだろうね、あの日じゃなくてもいいのになと思って。だけどさ、もはやさ、ちっちゃい電気屋さんが淘汰されちゃったりとか、サービスセンターとかも今ないよね。ああいうところの中で頼むしかない感じになってる。昔は一個一個サービスセンター、秋葉原なんか行くと、どこのサービスセンターここってあったんだけど、今ほとんどないんだよね。ネットで問い合わせてどうのとかばっかだから、回するしかなくて。ただ本当に店員の皆さんには、うぜえ客だと思われても仕方がないのにありがとうだよね。そういう微妙な顔もらってるコーナーです。いきます。ですね。ペンネーム伊集院さん、暇ならつけてください。まあだけどね、伊集院さんだってこれクレですよ。ね、クレのこうタレントなんてのはお正月番組の収録とか、ね、いろいろあるわけですよ。ね、まあただ今暇だから。ね、あれだよ、これがもし生放送の途中とかだったら絶対ダメだよ。だけどまあ今はね、さっきまで寝てたばっかりだ、もう今、起き抜けでいいのつけられるかどうかわかんない。今1分前に起きたばっかりだからさ、いいのつけられるかどうかわかんないけどね。鉛筆削られっていう名前に。すごいと思うのは、目の前に鉛筆削りも鉛筆もねえのにそういうことを言うのがすごいですよね。鉛筆削られですよね。鉛筆削り削られ。ね、にしてください。あなた、鉛筆削り削られで。いきます。10年ぐらい前の中学校の同級生の女から電話がかかってきた。とにかく会いたい、とにかく会いたいと、一点張りの女。相手はようやく思い出せる程度の関係。そうなれば相場は決まっている。あのさ、何かマルチ商法関係の話じゃないの？いや、違う。じゃああれか、何かあの宗教勧誘関係の話？うん、違う。
じゃああれか、保険の勧誘？違う。じゃあなんだよ。俺のこと好きとかそう違う。と即答された時の即答された時の顔それは早えんだみたいな。まあそれはないだろうけどって、こっちもまあそれはないだろうけどで言ってんだけど、ただ淡い期待はあるじゃん、全部切ってったからね。え、その時の速さと大きさだろうね、きっと。今までの違うに対して、じゃあなんだ俺のこと好きとかそう、いや違うあはいみたいなすごい申し訳ない感じのこんなさ、ぶしつけな電話で出てる自分が一気になんていうの、加害者側になっちゃう感じ。続きまして、ペンネーム電池味おにぎり。掃除中久しぶりにお気に入りだった AV を発見。夜中なのでヘッドホンをして鑑賞。10分ほどやることをやり、ふと違和感を覚えヘッドホンを外すと、普通にスピーカーからも喘ぎ声がガンガン出ていた時の顔。これあるわな、確かにわかるな。いや今ね、今年割とテーマにしてたのが、ずーっとこうパソコンの中に溜まってきたエッチな動画、これがもう本当にダダラに溜まってきたんで、ちゃんと点をつけようっていうことで、それでこう、ちゃんと100点満点で点をつけ始めたんですよ。もうかなりの数です。びっくりするような数ですよ。ね。ああ、今、1テラっていう単位のハードディスクが市販されてるのはこのためなんだっていうくらいの感じでいっぱいこう入ってるんですけど、その一個一個に点をつけて、で、100点満点でこう点をつけるわけですよ。で、いつもそのタイトルのところ 100-何 ってするわけです。100点中何点って意味で 100-50 とかつけるわけです。で、つけて、さすがに年末になったら40点より下のやつは捨てようと思って。ね、今年1年間かけてずっとやってきたんですけど、まあ41点が多いわけですよ。捨てたくないんでしょうね。相当悪くても、その自分なんだろうね。捨てたくないんだね。やっぱどうしても。で、その、またさ、この審査員はさ、なんつうのかな、本当は厳粛な感じでやんなきゃならないはずなのに、そらさ、エロい気持ちでもない時にこんな作業できないからさ、エロい気持ちでやるじゃん。だそうするとさ、その時のテンションで点なんかもうすごい上下するわけ。どんなにすごい、高い点がついてるのは、あるテンションの日は、ただ単にその女優さんが綺麗だから高い点がついてるんだけど、むしろ、なんかわかんないけど、すごいその、有名な女優さんが何本もやってる中の名作っぽいやつって、なんか過不足なさすぎて違うなってのあるでしょ。ね。前の回で初の37点つけたやつが、一回りしてこれよくねえかっていうことになったりとかするじゃないですか。このブスだ、この動物パンチ効いてんなって話になっちゃうじゃないですか、これ。そうすると、一旦赤点だったやつがむしろみたいになっちゃうじゃないですか。それを今またね、その、いやだけど決めただろうと、40点以下は全部捨てるってっつって、ただ、ただ、やっぱ40点ちょうどってやつはもう一回見直しといた方がいいんじゃねえかってことになって、40点ちょうどのやつを見直していくと、40点ちょうどが41点に救われたりとかするならまだわかりますけど、82点まで上がっちゃって、倍じゃねえか。よくお前、追試前に勉強してきたんだな、お前っていう感じの。逆にもうほんと80点台のやつに、なんでこれが80点なんだろうみたいなのもすごい出てくるんですよね。だから家に蓮舫を呼んでですよ、蓮舫に、なんでこんなタイトルの頭がね、頭が人妻で始まるやつがこんなにたくさん必要なんですかと、人妻一本でいいんじゃないですかっていう話をもうしていただいてですよ、俺の脳内のお蓮舫に、お蓮舫にそれをしていただいて、それで俺政務次官がそれに対して、いや人妻とは言ってもですとね、国民のその日々変わるニーズみたいなものに応えていくには、最低でもこれぐらいの、量が必要なんです、みたいな。それじゃあ天下りじゃないですか。この天下りが何の例えかは決まってないです。蓮舫っぽく言ってみただけで、何か天下りにぴったりのエロの例えがあればよかったんですけどね。そう。ないのに言ったんですね。おいで、またさ、DVD は DVD で、まあ、いっぱいあるし、まあ、その前の世代のさ、
まあビデオテープも結構あるわけですけど、ビデオテープなんか毎年毎年削減してきたんですよ。あの自民党だって削減はしてきてたんですよ。だからまあ蓮舫がこのビデオテープと似た系統の DVD がいっぱいあるんだから、このビデオテープを捨てたら変な話、あなたの部屋にもうすでにビデオデッキがほとんどいらない状態になるじゃないですかっていうことで、これだけ連結してこう一気に削減できるんですから、絶対やった方がいいんじゃないですかっていう話が出てくるわけですよ。で、俺政務次官は、それはそれでどうしてもこの画質の悪さに惹かれる時があるんだって言うんだけど、それを向こうはデータで、じゃあ数字で証明してくれって、数字は出せないよ。なんとなくエロいだから、なんとなくそれはいいだからね、眉毛太い、この頃太い眉毛流行ってたもんなみたいのがなんか来ることがあるんですって。向こうはお前だってもともとクラリオンガールなんだから分かってくれてもいいだろう、エロに関してみたいな。お前だって水着やってたのバカ野郎師匠みたいな。ねえ、誰もおかずにしてるとは聞かねえけどなって思いながら、ね、ニーズがどこにあったか知らねえけどみたいな感じの、もうすでに俺の頭の中の蓮舫に悪口言ってる感じが本物の蓮舫に言ってる感じになっちゃってるけどね、そんなです、そんなですよ。その時の俺の真剣な感じで、その点数をすごい迷ってる時に、でもちょっと面白いのは、その100の41ってつけるじゃん。そうすると、同じ名前がすでに存在していますみたいなことが、そのパソコンが言い出すわけ。名前を変更するってして、100の41ってやると、同じ名前がすでに変更し、ありますけどどうしますかみたいなやつで、OK と押すと、カッコいくつって出るわけ。同じ名前にならないように、100の41が2個目ならカッコ2ってなるんだけど、やっぱりカッコ13とかなってくると、本当に41で作ってんだと思って。銀のところで、この、公益法人、特殊法人を無理やり残してんだと思いながら。まだ伸びしろがあるとか言ってかばってた。伸びしろってなんだよ、デジタルデータに。続きやして。人面相シリーズ。先週ね、人面相に関してはまあね、俺がね、冗談で言ってることを真に受けて、俺をちょっとした変態扱いをね、誤ってしてしまった人もいるんだと思うんですけど、ラジオネームバカ。ずっと好きだった女の子に告白したら、実は私人面相が、人の顔の形の出来物があるのと言われ、そんなの関係ないよと言い切ると、これでもと彼女が、服を脱ぎ、そこにあらわになった人面相が、俺の母親にそっくりだった時の俺の顔。うわぁ、難しいなぁ。多分彼女関係ないよっていう、そんな呪われてても関係ない。俺が守ってやるぐらいの気持ちでいたと思うし、その気持ちのモードだから裸になる時には、そのエロい気持ちもあるし、ドキドキもあるし、あとどんなんだろうっていう怖さもある中で、全くもってうちの母親だった時の、いろんなのじゃん。引くわとか、なぜっていう、うちの母親が何か関わってるのかなとかあるからね。いろんな成分の顔になるわ。続きまして。ペンネーム、ジンジンジンバブエ。様々なフィールドで活躍する芸能人が集まりトークをするという番組で、ゲストを紹介するために出されたテロップの芸名、そして括弧職業の欄が、益若翼括弧プロデューサー、神田うの括弧クリエイターだった時の僕の顔。ほうほう、クリエイター、クリエイター、プロデューサー。まあね、顔としてはそう来るかの顔だよね。そう来るか。じゃあ、ね、続きまして、どれ行きましょうかね。ペンネーム、ファンタスティック原田。近所の公園で父親が小学生ぐらいの子供に、まあ、その子供の父親ね、小学生ぐらいの子供に逆上がりのやり方を教えているのを、ベンチで読書をしながら見ていたら、その父親が、じゃあ俺が見本見せてやるからなと言いながら勢いよく足を上げようとした瞬間、
手が滑って地面に落下し、まんぐり返しの体勢で気絶しているのを見た時の僕とその子供の顔、子供は心配が強いだろうね、俺はおいおいが多いだろうね。ということで微妙な顔、まあ、年末年始の微妙な顔ありましたら郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字から10面記のかかりまで送ってください。お待ちしておりやすと。深夜のバカ力、いつまでも耐えることなく友達でいようコーナー。いつまでも耐え、中学校2年生の時、仲間うちみんながビビってる中、初めてエロビデオの自動販売機でアダルトビデオを買ったお前が、今仲間内で唯一童貞なんて、本当に人生ってわからないもんだな。みんな帰っちゃったと見せかけてのサプライズパーティーと見せかけての、本当に誰もいない。ごめん、あのさっきからちょくちょくお前が言ってる山頂オナニーって、それ何言ってる。え、未来から俺を守るために来たってことは何ですか。こんな俺にも子孫がいるってことですか。ということは、つまり少なくともこの後の人生で最低1回はセックスできるってことですよね。え、違う、俺の人類最高齢童貞の世界記録達成記念パーティーの席上で出会うカップルの子孫のため、知らねえよ、帰れよ。ウィーリモコンとテンガを改造してこんなすげえの作れる技術があるんだから仕事しろよ。お邪魔します。今週のサンデーは、あ、まだ買ってないの。あ、そう、あ、俺帰るわ。ファイナルファンタジーの発売イベントにね、なんかこうワイドショーでやってて、発売イベントにスピードワゴンが出ましたみたいな、スピードワゴンがファイナルファンタジーの発売イベントを担当しましたみたいなやってる時に、俺の頭の中では速攻でワゴン行きみたいな名前でしょ、それゲームのその新作が出るのにいいのと思って、でまあちょっとしたね、ちょっとしたあれですよ、面白ね、まあ面白さの度合いで言えば田中翔の切符くんぐらいの、まあね、面白さの爆笑ですよね、感じですよね。でその時にちょっと思ったのが、パンクブーブーってM1 で優勝したら、オートバックスの CM に出ることになるから、オートバックスカー用品の会社でパンクブーブーってのはねえんじゃねえかなと思ったら、優勝してさ、それでそのよくよく考えたら、むしろパンクブーブーの方がおそらく名前に引っ掛けた CM もできるから、あ、いいのかなんて思ったりとかして、であと M1 のすげえ前の日にハライチの二人と仕事を、初めて仕事をして初めてお会いして、そしたらハライチの髪の毛がなんつうの、三つ編みをバリカンでガーって切ったみたいな方の人
三つ編みをほどいて一回アフロをかけてそれをガーって全部剃った方の人がこの番組すごい聞いてるみたいなことを言ってくれて、でこの中ですごいハライチを応援したりしてたんですけど、なんか最終的に M1 を見て僕が感じたことは、あれ俺なんかあんま関係ねえことだなって思ってるっていう、なんかあれなんか前まですごい興奮してみたいにあんま関係ねえことだなみたいな、FF も初めて思ったことがあれあんま俺と関係ねえことだなみたいななんだろうこの症状、この症状は何だろう。来週は今年最終回。